桐原牧神社は、長野県長野市桐原一丁目にある神社。この地は、平安時代に桐原牧があったとされる地であり、神社には、わらごま奉納の行事が伝わっている。境内の新芽像、桐原地区は朝廷に馬を献上する桐原牧があったとされ、神社にも新芽の像があり、拝殿には、敬神愛国ならぬ、敬神愛馬という安闘が掲げられている。 神社の創建は1000から1500年前というが、牧神社の名は、江戸時代に神職、吉岳より賜ったものだという。春季例大祭の際に、わら馬を奉納し、参拝者に配布する行事が伝わっており、桐原牧神社のわら馬作りとして、長野市の剪定保存技術に剪定されている。もともと豊作祈願の奉納物として始まったもので。 古くは各家がわらで馬を作り、穀物を背負わせて奉納していたという。現在では、桐原薪保存会で品馬を300体ほど制作し、神社に奉納してお祓いを受けた上で参拝者に抽選で配布している。1961年には、皇太子、昭人親王に、1964年には昭和天皇に、2005年には皇太子、成人親王に献上されている。 ありがとうございます。